ふぅふぅってため息ついちゃったよ。それではみなちゃんはユージ君を選んだ。これからの先の人生を彼と歩むと決めた。それはつまりみなちゃんとユージ君の間には確かに2人で積み重ねてきた優しい日々が存在しているということに他ならない。みなちゃんがユージ君を好きだと思うに足る日々が。心臓が痛い。あ、それはあげないよ。いらねえよいらねえよって思うんだけどね。ちょっと先に言っちゃったわ。冗談めかした言葉に全身の毛が逆立つのを感じた。写真を持つ手のひらに汗がにじむ。視界が揺らぐ。僕の口角がピクリと震える。いらないよ。突き放すような冷たい言葉が口から飛び出した。みなちゃんは少し驚いたような顔をして、それから笑った。冗談冗談。あ、いや、でもこれすごくいい写真だね。頑張った主人公。偉いよ。偉いよっていうか別にさ、ここで確かにね、いきなり俺の方が先に好きだったんだって言ったらさ、それクズになるんだけどさ、けどやっぱ辛いじゃん。僕は僕くんの気持ちに寄り添うからさ、基本的には主人公に寄り添いたいと僕思うんで、やっぱ辛いよね。投げ出したいし、なんだこれって叩きつけたくなると思うんだよね、きっとね。さっきのカセットテープでもさ、一応盗まないって僕は選択したけど、盗んで邪魔したくなると思うんだよ。けどここでさ、こういう邪魔したくなるって気持ちを押し殺してさ、でもいい写真だねって言ってあげるのは僕くんの強さだよね。何がでもだ。たった2文字の接続詞が僕の本心を暴いてしまうのだから笑えない。そうね。でもって言うってことは何に対してでもなんだと。何に対する否定語なんだと。写真あげないような後に、でもいい写真だねは変なんだよね。変だから察することができればめちゃめちゃそれは証拠になるんだけど、みなちゃんわかるかな？多分わかんないんだろうな、きっとな。それか分かってるけどスルーしてるのか否か、どうでしょうか。みなちゃんは笑った。はい、戻りました。もうちょっと左見ようか。左でクリックできそうなの。お、コーヒーメーカーじゃん。これコーヒーメーカークリックできるね。クリックしようか。喫茶店でも見るものより少し小ぶりなコーヒーミルが棚の上で行儀よく座っている。みなちゃんはコーヒーが好きだった。それは今も変わらないらしい。よかったと心の中で小さく息を吐く。ブラックコーヒーが飲めるようになった甲斐があった。僕は少しだけみなちゃんに近づけた。あー、追ってるんだな、みなちゃんを。マグカップとかも見るか、じゃあ。お、話が進んじゃったかな。あ、そうだ。僕がコーヒーに手を伸ばすと、みなちゃんは思い立ったように声を上げた。これ、お砂糖。お、さっきちょうどブラックコーヒー飲めるようになったっつってんのに、お砂糖出してくるね。ってことはあれだろうね。まだ子供扱いしてるんだね。やはりみなちゃんの中では、この主人公の僕くんはまだまだ子供だということが、これ裏付けられる行動だよね、きっとね。そう言ってみなちゃんは、机の上に置かれた蓋付きの小さなシュガーポットの背を、指先で優しく押して僕に近づけた。あ、クレープこれなんだろう、わかんないな。ミルクのことか。みなちゃんは手の中で揺れる温かなコーヒーは、深い焦げ茶色をしていた。香ばしい湯気が僕の鼻先をくすぐる。みなちゃんの手がシュガーポットの蓋に伸ばされることはない。みなちゃんの手がシュガーポットの蓋に伸ばされることはない。あ、自分はブラックコーヒー飲むって話だもんね。だからそれに近づけたって話だったから、みなちゃんはブラックコーヒー派なんだ。ありがとう。でも僕ブラックが好きだから。お、私も。大人だね。みなちゃんがふにゃりと微笑んだ。抑えがたい苛立ちと深い悲しみが僕を苦しめる。それは別にみなちゃんに子供扱いされたせいじゃない。それなら、誰のために置いてるの？そういうことか。子供扱い、僕の読み甘いね。浅いね。これ気づけたらめちゃめちゃかっこよかったのにね結局あれか、夫なんだ。夫が砂糖を入れる派だから置いてるんだね。じゃなかったら置かないもんね。わずかに汗のにじんだ右手をシュガーポットに伸ばした。カチャという音を聞きながら白い蓋を少し持ち上げる。空間の半分ほどが白く四角い砂糖で埋まっていた。シュガーポットの縁には白いかけらが付着している。縁についてるということはやっぱ取り出して引っかかってるってことか。やっぱり苦かったと茶化すような声を聞きながら僕はゆっくり息を吐いた。僕が抱いた疑問の答えなんてわざわざ聞くまでもないだろう。おかわりが欲しかったら言ってね。僕の暗鬱とした気持ちなど知るはずもないミナちゃんはのんきにコーヒーをすすっている。そして流れるような動作で白いマグカップの縁を親指でなぞった、拭ったか。汚れないミナちゃんの指先が僕を苦しめる。僕の前ではつけない口紅を誰のためにつけるのか、とてもおかわりを頼む気にはなれなかった。切ねえぜ。バリチクソに切ねえぜ。あとなんだクリックできそうなの。ここはクリックした。花瓶もいけるね。なんだこれ。瓶。あ、ライブハウスでよく見る瓶。飲めるよね。ライブハウスでなんか頼めんだよな、こういうの。ライブハウスでよく見かける瓶だ。商品名の正しい読み方を僕はまだ知らない。僕が知ってるのはこれがお酒であること、そのくらいだ。ミナちゃんの彼氏が飲んだのかな。ミナちゃんの彼氏という存在は僕にとって非常に不愉快な存在だ。この部屋の中にその痕跡を見つけるたびひどく辛い気持ちになる。でもこの瓶だけは、その男のものであってほしかった。え、なんで？男のものであってほしかったの？ああ、そういうこと。シンクに置かれたたった一本の瓶。ミナちゃんが一人でお酒を飲んでいるというのは僕にとって嬉しくないことだったから。そんな疲れた大人みたいなことをしないでほしい。昔みたいにストレス解消になるよねと笑ってカラオケに行くような、そんなミナちゃんのままでいてほしい。その願いがどれだけ子供じみたバカバカしいものか、僕には痛いほどよくわかっている。そうね、成長しているミナちゃんじゃなくて、自分が恋心を抱いたその子供の頃のミナちゃんを思い浮かべたいから、そのお酒を飲んでいる姿っていうのがあんまり想像したくないんだろうね、この主人公にとっては。なるほどね。イルカクリックしちゃった。ちょっと早かった、次に行くの。イルカだ。ゆっくりと手を伸ばす。想像していた3倍指先が沈み込んだ。あ、柔らかいタイプなんだ。とんでもなく柔らかいぞこいつ。癖になる触り心地だ。ズブという音が聞こえそうなほどに無遠慮に手のひらをイルカに押し付けた。そのままの指で滑らかな布を揉む。イルカの体が歪む。もしこのイルカが声を出したならきっと僕の手を咎めただろう。そういえば前に高校生と話す機会があったんだけど、ふと思い立ったようにミナちゃんが僕に声をかけた。僕は反射的にイルカから手を離してミナちゃんの方へ振り返る。ミナちゃんはソファーに座ったまま雑誌をめくっていた。思ってたよりずっと子供らしくてびっくりしちゃったんだよね。高校生ってもう少し大人っぽいと思ってたから。ほう、それを高校生の僕に言うんですか？僕くんに言うんですか？僕がイルカの形を整え終えたのと同時にミナちゃんが雑誌から顔を上げて僕に笑いかけた。やっぱり大人っぽいよね。落ち着いてるからかな。よく言われるでしょう。ああ、主人公はそれに対して大人っぽいよねってことか。僕は、本当の僕は柔らかいぬいぐるみに気を取られるような子供だ。それだけじゃない。きっとミナちゃんの考える子供らしい要素を山ほど抱えている。でもミナちゃんに追いつきたい一心で僕は大人を装ってきた。けれどそれは結局大人らしい立ち振る舞いにはなり得なかったのだと理解した。ミナちゃんは大人っぽいと言った。その言葉の前提には、幼げさが存在している。深い作品だな。すげえな。こんな作品作れるのか。ちょっとギターみたいですね。本棚の横に飾られたエレキギターが僕の視線を引き寄せた。メロンソーダが、青空を覗き込んだような色だ。今は遠い夏を思い出させる。全体に薄く埃をかぶっており、弦はわずかに錆びついていた。最近は弾いてないのギター。昔は弾いてたのかな。僕の問いかけにまるで今ギターの存在を気づいたかのようにミナちゃんは目を丸くした。ああ、そうだね。しばらく触ってないかも。ほう。皆さんがゆっくりとした足取りで僕の隣まで来た。そして白い両手を一度すり合わせると躊躇なくギターに触れた。そのあっけなさに僕は面食らってしまう。あ、ちょっと埃かぶっちゃってるね。わ、錆びてるし。もしかしてミナちゃんは少しだけ申し訳なさそうな顔をしてくれるんじゃないかと期待していた。昔僕がギターを弾いてるミナちゃんが好きだと言ったことを覚えていれば、好きだって言ってくれたのにごめんねなんて眉を下げてくれるんじゃないかと思った。けれど幼い僕の決死の告白はミナちゃんの中では埃をかぶって錆びついてしまっているのだろう。いや、はるか昔に捨てられてしまっているのかもしれない。ミナちゃんはデスクに置かれたハンディタイプの使い捨てワイパーでギターのホコリをさっと拭うとストラップに肩を通した。ビッグないなぁ、まあいっか。そのまま細い指で弦を1弦っていうのか1弦を弾くとミナちゃんはかすかにサビのついた指ああ、くっついちゃったのか。サビのついた指を鼻先に近づけてスンと息を吸った。あは、手つくさい。無邪気な笑顔に首の後ろがむずがゆくなる。思わず手のひらを首に当てた。そんな僕の様子に気にするわけでもなく、ミナちゃんは笑いながら弦を再度弾いた。調律されていない不安定な音をミナちゃんが気にする様子はない。カチャカチャとニッケルが揺れる音が狭い部屋の空気を揺らす。アンプにつながれていないエレキギターの音は頼りなくて小さくてつまらない。僕の記憶と比べると随分おぼつかない手元を見て、サビやホコリの様子から僕が想像したよりもずっと長い期間ミナちゃんがギターを弾いていないことを理解した。持って帰る？ギターをじっと見つめる僕の視線を欲しいものをねだる子供のそれだと思ったのだろうか。ミナちゃんは小さく首をかしげた。え、ギター？これ実は結構いいやつなんだよ。ミナちゃんはジャンと口に出しながら弦を弾いた。白いホコリがふわりと舞う。室内を照らす照明が細かいホコリを輝かせる。弾かないともったいないレベルにはいいやつです。でも錆びてますけど。確かまだ替えの弦があったと思うんだけど、ギター興味ある？ミナちゃんの無邪気な物言いに息が苦しくなる。彼女は覚えていないのだろうか。3年前の正月、母がミナちゃんに言った。この子ミナちゃんに憧れてギター始めようとしてるのよという告発を。僕の真っ赤な顔を。そして2年前高校1年の正月に僕が言った。バンドを始めるんだという言葉を。僕もギターをやろうと思うんだよね、そんな宣言を。下の横からじわりと唾液がにじんだ。溝落ちに違和感と痛みがあった。全然僕くんの片りんねえじゃんみたいなね、思いますよね。ちょっとね、謝ってほしいみたいなところもね、めめしいかもしんないけどわかるよね。ちょっと申し訳ない、なんか先に行ってしまったそのことに対する謝罪が欲しいんだろうな、この子は。だからこんだけ憧れていたよというのをさ、この子覚えてないんかなって思っちゃうよね、主人公からしたら。小学生時代に参加していたドッジボール大会のことを思い出していた。この腹の小さな痛みは勢いよく飛んできたゴムボールが小さな体に沈み込んだ時に感じたものとよく似ている。額から汗がにじむような息苦しいような鈍い痛み。それでもいつかは消えてしまうと確信できる。そんな刹那的な鈍痛だ。腹の奥に沈み切った痛みを丁寧に取り出してガラスケースに入れて美しいまま飾りたかった。けれどそれは叶わない。きっと僕はこの恋を永遠のものにできない。7年間の片思いは17歳の僕にとっては人生の意味になり得る。けれど70歳の僕からすれば、50歳の僕からすれば、あるいは20歳の僕からすれば、色あせた思い出の1ページになってしまうだろう。今日は僕の初恋の命日だ。辛いのも悲しいのも今だけで、いつかこの初恋の墓参りすら面倒になる日が来る。表現美しい。めちゃめちゃ美しい。そんな風に冷静に考えてしまう僕は僕が大嫌いだ。そうね、いつか自分も成長していくから、この時の初恋の死っていうのを今後引きずるかって言ったら多分引きずらないのよね。だってずっと引きずってさ、ずっと考えてさ、だって今17歳よ。今後大学入ったらさ、また別のさ青春もあるかもしれないし、その文系だったら文系のさ、そのキャンパスでのさ、飲み会とか人間関係も楽しいだろうし、勉学もね、場合によったら楽しいかもしれないじゃん。遊びに行くだけが大学じゃないので、勉強も楽しいかもしれない。そういう、勉学にも目覚めるかもしれない。そういったね、新たな未来っていうのがいくつもあるはずだから、そういったことがあるとさ、もう結婚してどっか行っちゃった女のことなんて、言い方悪いかもしれないけど、気にしてる場合じゃないと思うんだよねってなっていくんだよ、きっと人生生きていくと。だからそのうち色あせていくんだろうなってことを主人公もね、この時点で気づいているんですね。そういうことを考えると、大人っぽいではなく、僕はこの主人公大人だと思いますね。欲しければ持って帰っていいよ。ケースどこやったかな。ここで人知れずに、埃をかぶるよりギターも幸せだろうし。人知れずという言葉が僕の胸をギュッと締め付ける。こんなに近くにいるのに、それでもこのギターは人知れず埃をかぶっているのか。つまりこの子にとってもうギターは自分の人生の一部ではないんですね。ああ、でもアンプのないエレキギターの音なんて誰にも届かないのだろう。ケースあったよというミナちゃんの声が遠く聞こえた。持っていくんかな。お、変わりましたね。そろそろお布団だ。そっか、夜になっちゃいましたね。そうだね、オープンキャンパスに行くために前日入りしてんのかな。前日入りして泊まって、でオープンキャンパス行って帰るみたいなプランなのかな。みなちゃんはそう言ってリビングに備え付けられた大きな物置の扉を開けた。手伝うべきか否か悩んでるうちに、柔らかな布団が広々とした床に広げられる。あ、ごめん、ありがとう。いえいえ、どういたしまして。あ、パジャマ持ってきた？貸そうか？僕は首を横に振って、心のこもっていないありがとうを唇からこぼした。好きな人の家にある男物のパジャマなんて見たくもない。大丈夫、持ってきてるから。そっか、じゃあ私もそろそろ寝るね。そうだ、明日の朝ごはんどうしよっか。パンと目玉焼きくらいでよければ。喋りながらキッチンへと向かうみなちゃんの背中に僕は声かける。いや、そこまでお世話になるのは悪いし、大学へ向かう途中でおにぎりでも買って食べるよ。気にしなくていいのに、時間も早いから。そう付け加えると、みなちゃんは再びそっかと言ってうなずいた。朝食をご馳走になる気がなかったのは本心だけれど、こうもあっさりうなずかれると寂しいものがある。僕らが恋人同士だったなら違う会話がなされていただろうに。洗面所へと向かうみなちゃんを見送ってから、僕はリュックに手を突っ込んで T シャツとズボンを取り出した。柔らかな布団が恨めしい。これ以上虚しく生産性のない想像をしてしまう前に、さっさと眠ってしまいたかった。そうね、柔らかな布団ということは手入れされてるということですからね。ちょくちょく来てるんでしょうね、夫の方が。僕が寝巻きに着替えてからしばらくして、ガラリと扉が開く音がした。みなちゃんが戻ってくる。薄いピンク色のパジャマに身を包んだみなちゃんは、あ、電気はここね、と壁のスイッチを指さした。わずかに濡れた前髪がみなちゃんの柔らかな肌に張り付いている。同級生の女子のすっぴんを見てもどうとも思わない。そもそも化粧をしていない子の方が多いくらいだ。みなちゃんのすっぴんはどうしてこうも胸が締め付けられるのだろうか。特別感があるような気がする。まあそうでしょうね。この子にとっては高校生の頃のみなちゃんに近いんじゃないですか。その昔はっていうか、高校生の頃とかさ、化粧禁止みたいな学校が多いじゃないですか。だから多分当時の感じを思い出せるんだろうね。だから特別感があるんじゃないかなって思ってるんじゃないかと僕は予想しております。なんてどうせみなちゃんは何とも思っていない。一方的な特別はありふれた普通よりもずっと虚しい。それじゃおやすみ。寝室へと消えていくみなちゃんの背を見送ってから、僕は部屋の電気を消した。はい、夜ですね。布団に潜り込んで天井を見つめて、それからゆっくりと目を閉じる。真っ暗だった。何も見えない。心の中で膝を抱えた僕が叫ぶ。終わっちゃった。心の中で腕を組んだ僕がつぶやく。やっと終わった。二面性があるよね。どっちなんだろう。どっちが本心、どっちも本心なんだろうなと思うんですけどね。もう苦しむことができない。もう苦しまなくていい。相対する思考が僕を押しつぶす。自分の感情の行く先がわからない。わかるのはただ僕の初恋が終わりを迎えたという純然たる事実だけだ。目頭に熱が集まる。溝落ちのあたりからこみ上げてくるやるせなさが、安堵が唇からこぼれ落ちる。震える吐息が暖房で温められた室内の空気に溶けていく。目尻から溢れた涙が耳の中へとこぼれ落ちた。ぞわりと背筋に鳥肌が立つ。不快だ。それでも涙を拭う気になれなくて、僕はただ涙を流し続けていた。ミナちゃんの横顔を思い出していた。切ねえ。いいねえ。いい切なさ。何のお構いもできませんで。おどけたようなミナちゃんの物言いに僕は少しだけ笑って、お邪魔しましたと言葉を返した。そうだ、何か欲しいものあった？そうだな。じゃあギター、本当にもらっていいの？うん、いいよ。私もう弾かないと思うし、そうしたら、後で帰る前にうちに寄る？いや、帰りの飛行機ギリギリになりそうだから、今もらってもいい？みなちゃんはうなずくと、わずかに埃をかぶったギターケースを僕に差し出した。僕はお礼の言葉と引き換えにギターを受け取る。ケースのストラップが右肩に食い込む。少しだけ重心を左に傾けた。それじゃあ気をつけて。また遊びに来てね。新居に？鼻で笑うような声になった。けれど、みなちゃんはそれに気づかず、あるいは気づかないふりをして、そうそうと笑った。僕は何も言わず、うなずかず、ただ曖昧に笑って歩き出した。ふぅ。ふぅってため息ついちゃったよ。いやー、結局ね、思いは伝えずなんだけど、整理つけたんかな、僕くんの中で。大丈夫かな？まあ、時間が解決してくれるような気はするんだけど、まあ、思い打ち明けるのもな、それはそれで、自己中心的な行動かもしれないしな。そこは、やっぱ伝えるべきじゃないと思ったんだろうね、主人公くんはね。みなちゃんは実のところ、僕の気持ちに気づいていて、その上で僕をわざと痛めつけてるんじゃないかと思った。そうであればまだ救われるのにと思った。足が止まる。今もしも僕が振り返ったとして、みなちゃんはまだそこにいるだろうか。どっちでもいい。どっちでも変わりはしない。結末はもうとっくに決まっているのだから。結局僕は振り返ることなく再び歩き出した。少しずつ足と地面が接している時間が短くなっていく。息が上がる。一刻も早く離れようと思ってんのかな。気づけば僕は走っていた。A ライン。ここで終わりかな？またプレイすることもできるのかな？これなんだろうね。あー、ロードか。ロード画面と設定とかか。これ一応オープニングなんだろうね。これハテナはなんだ？あ、ヒントを見るってことはあれだね。いろいろとルートがあるんだと思いますが。はい、皆様。ご視聴ありがとうございました。多分ね、どのタイミングで何をチェックするかとかによってエンディングが変わると思うんですよ。で、グッドルートとかもあるんじゃないかな。あと、やばいルートとかもあるのかな。カセットテープ盗むとかあったし、あんま良くないエンディングに行くこともあり得ると思うんだけど、それは皆さんの手でぜひプレイしていただきたいなと思います。今回結構収録長くなったので、3分割ぐらいしてるのかなと思いますが、はい。切ないゲームでした。皆様いかがだったでしょうか？はい、繰り返しになりますが、他ルート等はね、皆様の手でプレイしてみてください。フリーゲームなので、皆様ダウンロードしてすぐにプレイすることができます。はい。切ない失恋の一本のね、高品質な小説を読んでるような気分になりました。質量欠損さん、すごいね。うん。今後も新作が楽しみだ。なんて言うと言いますけど、はい。たかがね、実況させていただいてる身ではありますが、はい。今回はここら辺で実況を終了しようと思います。皆様またね、別のゲーム実況等でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ムーミンでした。バイバイ。